カニ、星雲は、オウシ座にある、超新星残骸で、地球からの距離は、およそ7000光年。典型的なパルサー星雲で、中心部には、カニ、パルサーと呼ばれる、パルサーの存在が確認されており、現在も膨張を続けている。この星雲の元となった、超新星爆発が1054年に出現したことが、中国や日本の文献に残されている。 1054年に出現した、超新星は、中国の記録、創始、天文史に、客星として記され、人創の知性である、イタリア元年5月期中に現れ、下遊元年3月かの都羊に見えなくなったとある。日本でも、藤原定家が、自身の日記、赤月記に記録を引いている。また、著者不詳の一大容器にも記録が残っている。 さらに千年頃にアメリカインディアンによって描かれたアリゾナの壁画に残されている星の画をこの超新星とする説もある。超新星の出現当時は金星ぐらいの明るさになり23日間に渡り昼までも肉眼で見えた。夜間は後2年間も見えていた。星雲自体は1731年にイギリスの海業医でありアマチュア天文家のジョンベビスによって発見された。 あとに、ウィリアム・パーソンズの観測で見つかった微細なフィラメント構造がカニの足を思わせることからかに星雲と呼ばれるようになった。ただ、ジョーンズのようにこのスケッチはむしろパイナップルのように見えるという人もいる。水星を観察していたシャルル・メシエが水星と紛らわしい天体としてまとめたメシエカタログの一番目に収録されている。メシエ天体では唯一の超新星残骸である。 メシエは1758年9月12日にこの星雲を発見し、メウシの南の角の上にある星雲状のもので星を含まない。白っぽくろうそくの炎のように長く伸びている。1758年の彗星を追跡中に発見した。また、ベビス博士が1731年発見したとする指針があると記している。1774年号では、 星のない小さな星雲状のものとした。ジョン・ハーシェルは星団で分解できそうとした。1844年、ウィリアム・パーソンズはもはや分解されない楕円形の星雲。主に星雲の南端から踊り出た多くのフィラメントが見えた。普通の星団とは異なり、不規則であらゆる方向に向かっている。おそらく強力な力が他のフィラメントを押し出したのであろう。 これが、星団の形を作ると思われるとした。これは、M1 のフィラメント構造に言及した最初の記録である。その後、ルーンドマークが900年ばかり前に爆発したことを示唆し、写真観測から年ごとに膨張しつつあることを明らかにした。現在でもガスは、毎秒 1100km の速さで四方に広がっている。また、 エドウィン・ハップルやダンカンは1054年に出現した超新星の残骸であることを確認した。1994年のハップル宇宙望遠鏡による観測でフィラメントはプラズマで覆われていることが明らかになった。ウィリアム・パーソンズの言う通り、このプラズマが外側の濃い星間物質を押してフィラメント構造が発達している。かに、星雲の中心にある星は、かに、 パルサーと呼ばれるパルサーである。1969年に発見された。直径は約 20km。高度は16.5等級。1秒間に30回という高速回転をしており、33ミズの周期で電波や X 線を出し、また可視光線で星雲全体を照らしている。非常に強い X 線を放出しており、 X 線天文学において時間の構成に使われる。双眼鏡ではかすかな光半に見える。口径5センチメートルの望遠鏡では三角形の白い雲のように見える。口径10センチメートルでは佐渡島のような形の白い雲状に見え、条件が良い時には内部に線が見えるという。また、マラスは色がやや緑かかっていると記している。見え方は、 空の状態に依存する天体でもある。合計2 0トルの望遠鏡では、佐渡島のような形に見え、内部の模様も見え始める。合計3 0トルで、ロス鏡のいう、フィラメント構造が見え始めると言われている。中心部の中性子星は、合計5 0トルの望遠鏡で見ることができる。最良の環境では、 合計25センチメートルの望遠鏡で見ることができるという人もいる。ありがとうございます。